お疲れちゃんです。ラットです。やっちゃいますね。撮り直そうと思ったんですけどね。まあ、いいか。まあ、いいでしょう。というわけで、ですね、今日やっていくデッキは、こちらになりますね。こちらのメガナイトオールブレイカーですね。出ましたね。出ました。まあ、今ね、強すぎると騒がれてますけど、オールブレイカー。まあ、実際その通りなんじゃないかなと思いますね。ニコスで、結構ね、適当にね、マルチやってるだけで41までいきました。これ、はい。41。マジでテンプレ？テンプレっていうか、ケイオスセオリーの JTB 選手がこのデッキで使ってて、はい、なんか、他の人は、トリトンの枠がインドラだったり、なんかそう、型が結構いっぱいあるんですよね。リャンクの枠がタルババになって、タルバザップだったり、エレキが入っていたり、なんかゴボウリが入っていたり、まあ、結構型は無限なんですけど、僕は結構ギャングとかね、コウモリが昔から好きなんでね、この型を。なるほど。使ってます。というわけで、誰かが言ってなかったんですけど、ね、気づいたら15連勝ぐらいしてましたね。なんか誰かが15連勝してました、しました、動画出してたんですけど、多分どっかの焼き鳥なんですけど、どっかの焼き鳥なんですけど、そう気づけばね、この15連勝してましたね。あ、でもデッキちょっと変えてるわ。詐欺じゃないけど、実際にね、15連勝してるんでね。はい、というわけで、このデッキ使ってまだ1回も負けてないです。というわけで、負けてないんで、つまり、ちゃちゃっと、はい、負けてない。理論上1位いける。はい、理論上ね、理論上今のところこういけば、この動画が上がってる日にね、多分プレーオフ始まります。OGN 戦かな、初戦が。出るぞ、このデッキ。今日使っているのかね。まあまあ、リーグをね、ぜひ見てね。ギャング型なんだ。いやー、適当っすよ、正直。お、出た。でも、ウォールブレイカーに結構ね、ウッドとかザップをやっぱ使って処理するのが、まあ、その主流といいますか。まあ、基本なんで、そこに使わせて、ギャングが生きるみたいなね、感じですね。ピロキャン。よろしく。日本人の方か、ちょっと苦手ですね、やっぱ。日本人はなんかファルチェバルーンとかが多いイメージがありますね。暴言配信かと思ってびっくりした。危ないな。いつもの最低だな。すぐそうやって人にね、悪いイメージをつかせようとするのがライキ・ジョーンズ選手とテンゴッティ選手とコタボエです。今回避できた。ウッド使ったんで、まあこれにリーガーを合わせていきたいですね。おお、それだけで1000ぐらい削れる。これ、いや、そんなわけないですからね。スケとディガーだったんで。おお、ディガーっぽいか。これちょっとおしゃれ。おしゃれ。いいよそんなの。危ない危ない。今ね、結構うるさー。これない。ちょっと今メガネ、待って、全然頭回ってなかったよ。で、ディガポイだとしてポイズンがあるんで、ネクロはね、削られてない側に出したいですね。おー、ディガーが。うわー、ディガーの位置がエッチいな。ウッド使っけ？ウッド使ったからこそ、バルキリー枯渇ね。そう、バルキリーをどっちかにしか避けない。あ、これでも入る。うい、よし。で、ここのトリトンで両サイボーイですね。すごい削ってる。あ、引っ張って。トリトンが無能かすめ。何坊やですか。三河さんが暴言言うような言い方しちゃって。あ、待って、あ、出た。音だけやっちゃいましたね。気持ちね、気持ちウッドがまあ来るでしょう。でもこれゴブリンが入る。ああ、いいアイスパーですね。次どうするんだ。さあ、なんでこれネクロから先の 1-0 で勝ちたいですね。これ両サイも削られちゃってるんで。なるほど。ポイズン。はい。でもあとはディガーでちょっとね、削っていきたいですね。来るか？よいしょ。エレキが降ってきますね。あ、これトリトンが働いた。ついでに金メガネや。まあ暇なんでメガネと出しちゃっていいですね。メガネと。見て、あ、どうやって決めるのか。下手だった、下手だった、下手だった。今コウモリ出して、ディガー出して、どうするんだ。こっから。これもう全部ディガー削りですね。上は正直どうでもいいです。ああ、どうでもいいやつね。どうでもいいです。おお、おしゃれネクロ。やっぱおしゃれさ大事なんでね。なんかわかんないけど。オッケーオッケーオッケー。わかんないけど、だいぶ死にかけ。いや、もうあとはディガーでしか削んないんですね。基本ないですね。おお、ネクオがでここでバルキリーを裂かないと相手はね。あ、しかもこれあれだ、終わった。インフェで、おおインフェ、それはでもあでもリガーがういグッドゲーム、まあ16連勝ですね。いやわかんないよ、それわかんないよマジで。サムネでわかるやつだから。さあトロフィーをちょっといただきましたね。まあ34位。俺ちょっとスーツコーナーあれライクさんトロ見てほしいみたいな。あれライクさんもウォールブレイカー使ってましたよね。あ出た、200ぐらい落ちたわ。あれあれあれ100ですけど、100ですけど見えちゃった。まあコタのトロフィーは多分見ない方がいいですね。県外ですね。サボってるクラロは。やってる？やってないの？ちょっと聞いて、お二人とも今日当てたでしょ。今日何百当てましたか？がかかってる。いやまあ100ぐらい。おおもうかな、今やってるだけ、今やってるだけ。お前何連勝したんだ？まあでも楽勝だよ。まあシーズン序盤だもん。ああなるほど。序盤いきりできないやつだよね。最終もいきれないから、麦田以外。麦田以外な、これ特別な特例あるからだね。そういえば昨日なんか麦田と BO3 ね、もうめっちゃ余裕だったって言って。ああ余裕、余裕で負けた。言っちゃうやつか、言っちゃうやつ。余裕で負けた。まあいい試合したんだけどね、気持ちいい。本当にうん、気持ちね、気持ち。まあね、見てください、昨日上がってます、昨日上がってます。なんか BO3 なのに参戦したって聞いたんですけど、 BO3 そうだから、まあ11なって1個なったっていう。あ11だった。いやまあまあ参戦してるから、さすがに参戦してるからね、さすがにね、さすがにね。気持ちはね、気持ちはね、気持ちはね大事ですからね、気持ちいい。2回負けてからお願いしますが言ったんだろう。ああさすがさすがで、それはグソ。まあまあまあ見てない人もいるんでね、ぜひね見てください。ああちん遅えな、これ終わりよ、もう動画終わっちゃうよ、これもう終わっちゃうよ、これ。なるほどね。67ですか。はい、早いな思ってより。俺も今トラゲしろよ。あは、いってらっしゃい。いってください。あ、大丈夫さんが消えましたね。お二人になりました。いやまあね、試合前日ね、やっぱこうモチベ上げるにはね、しっかりこう上がってますけど、さらに上げるためにこうマルチでね、上に行ってね、もうあイケイケの状態でやっぱ挑まないとね。なるほどね、素晴らしい。じゃあコタは68行くまで狙わせんで。68今もう行くよ、一手勝ちだね。頑張ろうか。もう68いけば来た11。おーおーおー、よろしく。誰か知らないけどで、オールブレイカーね飛ばしたいんですけどないんで、まあギャングとかディガーで様子見れるのがこのデッキのいいところですね。テスラクロスか26、ギャングアイスピアわかんないです。ギャングコカッチャンみたいな。あーコカッチャン説ありますね、結構ガチガチでね、東西南北、コウモリがうざいよ。あこのバレルはちょっとうまいね。なんもなかった今、でまあ枯渇はねプリンセスがやっぱ厄介ですね。まあこっちうっともないんでね、いい手が顔した相手もそうですね。まあでもやっぱディガーでね削っていくのは重要ですね。でうわこれな使いたくないけどが暇になるな。ケツネクロやったらロケット打たれるんで、逆サイにねネクロを展開していきたいですね。なるほど。で8枚プリン来たらコウモリで処理すればいいですけど、後ろからね、ああここ厄介ですね。ここにガスやコウモリをプリンで処理するプラン、そうですね。でここも8枚トリトンで、おうわそれは誰、それは誰。しかしナイコが、あしかもプリンが、しかもプリンが暴れろ、暴れてほしかったら、まあ、ウッドサイタンサイタよね。はい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 。いやギャングをねちょっと一回集中しますわ。はいどうぞ。じゃあ横でねうさくしとくんで、まあギャングをねバレル処理に使いたいんですよね、理想としては。はいはい。しかしね今はそう割いちゃってるんで、ザップとか決めてもいいけどな。まあまあまあワンチャン端プリ、いやダメージ稼ぎはまだ来ないか。ルブレイクはさっきの過去で相手はジャングル系、まあ無理してザップ打つ必要もないです、ね、まあ左側まだダメージ受けてないんでそれを相手はね、このねケツプリンセスがだるいんですよ、はいはい、相手分かってますねさすがにね。おおいいあれだないい手だな。あ、でもザップあるんでしかしここでソーリンジャングル防衛していて、うわー延命、お、でも延命延命、うわータイプリン、うわーなんだー、もう分かりきってますねこれは。ギャング出すの遅れた、これで100、まあ結構2発では終わるんですが、果敢ね2発はまだ受けないと。プリン2匹目で、ここでまたね、相手ザップしかないからとりあえずバレるとけ感がありますね。お、ここはもう早めのゴブリンジャンで完封していく。もうウッド使ったよ、ウッド使いました。これプリン殴るよ。お、お、お、これはおら熱い熱い、一発一発に600回ダメージ持ってくんで、まああと3発入れからね大丈夫。うんうん、お、スケーコンが気合いけー、あ終わったー、くそー。いやこれね、ちょっと今チャッチ1枚割いてネクロで防衛したんですけど、1枚割いたらギャングだったんで、はい、どうにかちゃちゃっと回してギャング防衛したかったな。あと序盤ねちょっとプレイが雑でしたね。いや悔しい、まあ悔しいね、まあ、相手がねしっかりプリンやんないしてプリン出してっていうのはうまかったなっていう感じでしたね。まあまあまあそういったところで今日2戦しかしてないんですけど、はいはいフレバト来た。ということでラストフレバトして終わろうかな。というわけで木川さんはねトレハンの人ですね。トレハンのね。おバグってる。あかぶ押した瞬間。はい来たー。よろしく。なんかトレハンオフとかでもね会ったことある方ですね。しかもトロフィーが展開にも多分行ってる方で。はい、というわけで、ぜひね、トレハンエッグってクランもあるんですよ。で、トレハンエッグで、トレハンに入りたい方は、トレハンエッグで、なんかね、月1ぐらいで昇格大会があるんでね、そこで、優勝したら、トレハンにね、昇格するっていう形なんで、ぜひね、みんな、みかんさんとか、ライクさんとかみんなやるんで、ぜひ。まあね、ぜひぜひ。入りたい方はね、枠なかったら最悪コタの枠開けるんでね。負け負け負け結構昔から言うんだけど最悪コタの枠開けるんでね。開かない開かないでね、ワンチャン超えたボーラーだった記憶があるんで、ここがお気に入りのディガーでこのボーラーをタゲ取ろうとしたけど、おおいっぱい出てきた、いっぱい出てきたな。この人ね、特有の枯渇月記でずーっとこのフィアー結局まあね、この月記に関してはおそらく一番うまいのではないでしょうか。何言ってんのかわかんないんだけど、俺でもあれ、今のはやっちまったが、まあでもザップサイドギャング前でしょ、はい、ガゴムレぐらいしかないでしょ、多分きついよこれ。おこれもうオルベカ足し足しゲームです。やばで、ガゴムレ出してももうね爆発で死んじゃうっていう。ああこれういきたー、これが強いよね、事故っちゃう。そうなんですね、ウォールブレイクはね、やばい来たと思って慌ててコウモリとかメガゴとか出してもね、結局ね、爆発とかダメージ受けて、しかもね、ユニットやられちゃうんでね、うわー出すの遅れたとかね、もう、うわーマジ無理ってなったら、捨てた方がいいですね。偶然ネクロがしか死ぬんで。そう、ネクロとかもね、出す位置近すぎたら、持ってかれちゃいますね。これじゃ前だな。俺は気づいた。この気づくのとかもね大事ですね。ボーラーはネクロにちょっと強いけど、うちのトリトンが優秀で、このコウモリに対して多分ザップ打つと思ったけど、これトリトンギャングバレルないのか、バレルないのか、あ飛んできたっけ、あ飛んできたな今ザップ打ったんで、ここコウモリも出してあげます。でディガープラス、あこれ相手コストちょっとね使ってますね。でもこのボールだけで苦しいと思うんで、ここでそろそろ逆サイも崩れにいきます。でこれ多分止まんないと思うんですけどね。よいしょ、本当だ、すごい気合が違いますね、ウォールブレイカーの。これディガーでこっち引っ張りつつ、ザップ打たれた時用にコウモリも出すけど、いてて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 てで、オールブレイクディガーでボーラー多分来るけど、ここに出して、あおおこれでボーラーも削れてる。すごっ。あー、このゴムレは OK 分からせましたね。まあまあまあ、というわけで本日ね、はい、ラストフルボとなったけど、これね、なんかウォールブレイカーがやっぱ強いのと、ギャングコウモリとか、まあ、ノーマルだし使いやすいですね。ウォールブレイカーに結構ウッド割くんで、なんかなんだろうな、メガナイトの後ろにウォールブレイカーつけるんじゃなくて、メガナイトとかのね、逆サイに基本ウォールブレイカー割いて、そしたらね、やっぱウッドとかザップとかを使うんでね、そしたらメガナイトの後ろに、まあ、コウモリだったりギャング追加したりとか、まあ、逆にメガナイト、まあ、出してない時でもなんかウォールブレイカー出して逆サイにディガープラスギャングとかね、まあ、逆にそこの先にして、そこにウッドとかザップ割いたらウォールブレイカーね飛ばすみたいなのもいいと思うんでね、ぜひね、こちらぜひねお使いください。というわけで、ティガーさんね、申し訳ないです。2試合目はないと、はい。というわけで、まあ、マルチもね、今シーズン頑張りたいですけど、やっぱりね、今リーグね、もう最終局面大事な場面なんでね、そっちもね、頑張りたいと思います。というわけで、よければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、概要欄にね、コタチャンネル貼っておきます。よければ見てください。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。